はい、皆さん、こんにちは。アメテツです。えっ、ー、と、今日はですね、まあ、1月18日ですけれども、今日から明日まで、まあ、センター入試ということで、まあ、あの、受験生の皆さんには、ちょっと頑張ってもらいたいなというふうに思います。で、あのー、今日ですね、実はちょっと気になる記事をこう、見つけたんで、まあ、いろいろとシェアしていきたいというふうに思うんですが、まあ、今、お見せしているこの J タウンネットの東京都、ここの、まあ、記事、えっ、ー、と、女性専用車両乗らない女性に読自、 男性読者が苦言、あなたのせいで座れない男がいるっていう、これはあの去年の12月27日にあの出た記事なんですけれども。 まああの、まあ見てわかるように、こう、女性専用車両に対して異議申し立てをする男性という、まあ設定で、まああの、j タウンネット編集部に送られてきた、まあ、えっ、ー、と、まあ、いつのメールがあると。まあ、女性専用車の方がガラガラで快適な、かなり快適なはずなのに、なぜか隣の一般車両にいますという、な,なんかよくわからないんですけれども、えっ、ー、と、まあ、悪気がないと思いますが、あなたの座席の分で座れない男がいるという、そう感じてほしい。まあ、無理でしょうが、という、かなり、 まあ、女性専用車に対して、まあ、女性専用車両を使わない女性に対するまあ批判っていうような、えっ、ー、と、まあ、えっと、ものになっております。で、まあ、絶対乗らなきゃならないのかっていうような、あの、この次のページがあって、まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、混雑時にあえて女性専用車両に乗らない人が問題なのなとか、えー、なんで乗らないのっていうような、まあ、意見があって、まあ、あの、えっ、ー、と、いろいろと、まあ、えっ、ー、と、 この男性の意見、最初に送ってきた、メールを送ってきた男性の意見にこう同調するような意見が出てくるわけです。で、えっ、ー、と、 まあ女性側の言い分ということで、えっと、例えばまあ乗り換えをするときに階段がすぐ近くにある場所に乗るということで、別には女性専用車両に乗らないのに理由があるんだみたいなことをま言っている。そういうものがえとあるわけなんですけれども。えっと、まあここにですね、女性専用車両をめぐる意見とを募集しますっていうのがあって、これの後追い記事っていうのがこの次のページになります。これが1月7日、10日前の記事ですね。 えっと、ここにですね、えっ、ー、と、女性専用車両に乗りたくない女性の本音、利用するのが怖い、おじさんに埋もれた方がマシって、えっ、ー、と、女性専用車両に乗らない理由っていうのが、なんか化粧や香水の、えー、香りが充満し、なんちゃらかんちゃらみたいなことが、まあ、書いてあるわけなんですよね。で、まあ、なんか、あのー、この、 次のエピソードは明かしたということで、私は釣り革をしっかり握らないと電車で立っていられないほど体感が弱いと。で、女性はそういう人が多く、女性専用車両が揺れると将棋同士になる。その結果、ハイヒールで踏まれる領域になったことを申し上げなきと思いつつ、いざという時に支えてくれそうな体格のいい男性の側に行くっていうような。 話。そして、えっ、ー、と、女性専用車両に組んでいる人がいる。どのとすると、通りがかりの人が心のない言葉をかけ,かけられることが結構あった。お前みたいなブスが、えー、近に合うかよ、とか。女性専用車に乗ることが怖いと。であとは女性で上司同士の争いで朝かイライラーとかなんかいろいろとあるわけなんですが、で、これが、まあ、j t ね n j t a ンネットというサイトでまあ、シェアされたわけなんですけど、ここを数日で、あの、なんか、潮メディアの方にもこれがまあ、後追い、 コピーだかなんだか知らないけど、えっ、ー、と、テレビ局の方で取り上げたわけなんですよね。例えば、ハトリシンいのモーニングショーであるとか、あと、えっ、ー、と、ここに書いてある、えっ、ー、と、TBS の、これは何ですグッドラックですかね。えっ、ー、と、これが、これにこう出てきたっていう、えっ、ー、と、話で,して、えー、です。で、グッドラックの方は15日午前に、えっ、ー、と、 放送されて、ハトリー新一のモーニングショーは1月13日ということで、まあ、あの、だいぶ、えっ、ー、と、はえっ、ー、と、まあ、1週間前なんてかなり新しいんですけれども、まあ、ブランドでマウントの取り合いとか、コースの匂いきついとか、まあ、そういう、なんか、あの、女性専用車両に対する批判の声っていうのが、まあ、あの、まあ、出てくるわけ、えっ、ー、と、放映されたそうです。で、えっ、ー、と、 これが、ハトリチシン11モーニングショーだけかと思いきや、グッドラックの方でも、えっ、ー、と、取り上げられたということで、なぜかこう、あの、主要メディアの方で、えっ、ー、と、後追いみたいな感じで、次々と出てきて、次々とこういう話題が、まあ、えっ、ー、と、放送されてるっていうことなんですね。で、ここにいた、若林優子さんっていう、まあ、アナウンサーの方がいらっしゃるんですけれども、えっ、ー、と、これ自体は、えっ、ー、と、 男性の目があるかどうか影響するか私はちょっと懐疑的なんですけれども、みたいな話。で、えっ、ー、と、まあこれ、えっ、ー、と、男性がいるから安心みたいなそういうのがデジタンネットとかでも結構、あの、現れてると思うんですけれども、そういう見方に対して若林さんはそれに懐疑的な見方を示したと。で、えっ、ー、と、 例えば、その、ご自身の経験から、まあ、ここに書いてあるように、学生の時に誰かに付けられているなって感じた時に、女性専用車両に逃げ込むことができて、そういう恐怖心とか不安を感じた時に、それを和らげる安心の場としてあるのは女性として大変助かるということ。そして、えっ、ー、と、時間を受けたくないから、女性専用車両に乗った方がいいんじゃないかと強く言われていると、それはなんで女性側が行動しなければならないんだろうというふうに思う。そういう意味で、乗りたい乗りたくないという普段は意識せず、自分の乗りや,乗りやすい場所 に乗っていいますううよなな話なんですねでえっ、ー、とまあ若林優子さんっていう方まあ言ってることも結構象徴的なんですけれどもえっ、ー、と女性専用車に乗るか乗らないかっていうのは女性の自由であるしで、えー、と女性専用車両がでも女性専用車があることによって、えー、と何かこうもしかしたら性,性犯罪にこう巻き込まれるんじゃないかっていう時にこう女性専用車に があることによって安心するというような、そういう、えっ、ー、と、犯罪抑止効果もあるというような、えー、こともあるんで、で別にあの、えっ、ー、と、問題、えっ、ー、とこれ、この若林さんの意見はすごくまっとうなんですけれども、男性が、えっ、ー、と、 女性専用車両に会議的あるいは批判的な見方をされているってこと自体に、ある種社会、日本社会の暗部っていうものを感じてしまう。ツイッターでも結構あるんですけれども、女性専用車両に対して相当こう、あの、えっ、ー、と、そんな車両はいらないとか、男性差別だみたいなことを、まあ、あの、いう、なんかツイッターでのこう意見っていうのを結構見られて、私がすごく頭でくるのはそれをだん、えっ、ー、と、 それを鉄道ファンの人が言うっていうようなところもあるんですけれども。 で、なんで女性専用車ができたかっていうことを知らずにそれ言ってるとしたら、ちょっと歴史を学んでないんじゃないかなっていう、あの、えー、と、言いたくなってしまう。で、今からお見せするのはこの弁護士 .com ニュースなんですけれども、えっ、ー、と、筋事件っていうのがありました。これは30年前に起きた事件なんですけれども、えー、と、このタイトルがまたすごくて、痴漢を注意したら強姦被害っていう、なんかすごい、あの、生産な事件だったなっていうふうなことも、まあ、見出しだけでもわかるんですが、 これは去年の3月18日にこう、えー、アップされた、えー、と、ものなんですけれども。で、これどういう事件かというと、1988年11月4日の午,午後9時に、えっ御堂筋線に乗っていた、まあ、二人組の痴漢行為をしていて、えー、痴漢行為に対して注意した当時20歳の女性がら逆恨みをされ、えー、その二人組の男は女性の首などを掴んで、あのー、大阪、 とか、境市内を連れ回して、で、えー、午後11時四五50分頃、2時間もこう、そんなことしてたのかって話なんですけれども、2、3時間はですね、マンションの建設現場に連れ込んで、のき、のこぎりで脅して、合姦したと。 で、えっ、ー、と、その被告人に対して3年6ヶ月の実刑判決を受け、えっ、ー、と、実刑判決を裁判所が、ま、下したというわけなんです。痴漢自体は性犯罪ですし、で、それに対して、それを注意した女性に対して、こう、えっ、ー、と、さらにこう、レイプをするっていうこと自体も卑劣なんですけれども、たった3年6ヶ月の、えっ、ー、と、 え、実刑判決、え、だったと。それに対して何事かということで女性たちが性暴力を許さない女性の女の会をこう立ち上げて、まあ大阪市交通局とか鉄道会社要望書を提出したと。で、その内容っていうのが、性暴力をなくすよう社内広告やアナウンスなどで積極的な PR 活動を行う。で、二つ目、性暴力を誘発するようなポスターを、えー、などを、え、駅構内や社内で掲示しないこと。 えっと、で、三、えっ、ー、と、駅員、特に女性駅員を増員し、女性が性暴力に合わないようにするとともに、被害があった場合即、即座に対応するということ、えー、だを、この3つを,こうのを要望したということですね。で、えっ、ー、と、当初は鉄道会社に対して、 鉄道会社の反応ってすごく鈍くて、むしろこう、あの、女性の自衛を促すっていうような、えっ、ー、と、話、えー、だったそうです。で、えっ、ー、と、まあ、迷惑行為は、ま、やめましょうみたいな感じですごく、まあ、あの、ぼかした表現にすることによって、なんとかその場を取り繕ろうとしたわけなんですけれども、ただ、えっ、ー、と、社会的な機運もね、やっぱ高まって、痴漢、 は、まあ、いけないということ。そして、加害者に対するメッセージを含んだ、まあ、ポスターなどが、えっ、ー、と、電車の車内放送などでも実現するようになって、まあ、えっ、ー、と、2000年以降には女性専用車両がまあ導入されたっていう、まあ、そういう経緯が、まあ、書かれております。えっ、ー、と、まあ、関西の方では、まあ、関西に在住の方では、まあ、あの、えー、ご存知かと思いますけど、終日女性専用車両が設定されているものもあるということで、で、この、 私自身にこう届いたのは平成27年の犯罪白書だと、電車での痴漢や強制猥褻という事件はこれ年間3000件以上あるということなんですね。ねこれは平成27年のデータなんで、まだあの、最新のデータってわけではないんですけれども、まあでも大体これぐらいの、えっ、ー、と、ものが、えっ、ー、と、年間起こっていると。しかも、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、実際にこう、被害があったということを、えっ、ー、と、 報告、警察にこう連絡したっていう、それだけなんで、実際これが、えっ、ー、と、どれぐらい起こってるかっていうのは、多分この数以上だというふうに思います。で、えっ、ー、と、 ご存知の方も言うように、た、例えばこう、女性の体に触るだけじゃなくて、なんか、息を吹きかけたりとか、よく、えっ、ー、と、なんでこんなことをするのっていうようなことを、するようなね、えー、痴漢を結構、あの、最近増えてきてる、新型痴漢というふうに言うら,らしいですけれども、そういうなんか女性の心情を心、帰り見ない、こう、行為という意味で、まあ、広げていくと、かなりこう、痴漢の、その実態として、実態としてはかなり、この数以上あるんじゃないかっていうことは、えっ、ー、と、あると思います。で、 やはりこの、えっ、ー、と、女性専用車ができた、その理由、歴史っていうことを、えっ、ー、と、考えたときに、えっ、ー、と、安易にこう、痴漢、女性専用車両は必要ないとかなんとかっていうような意見っていうのは絶対通らないわけであって、そのことについてきちんとこう、あの、男性側は、まあ、特に男性ですよね。 で、もう一つは、私は鉄道ファンですけれども、その鉄道ファン全体もやっぱりこう啓発、えそういうことを学んでほしいなっていうふうには思います。えっ、ー、と、事情、そういう事情があるからて女性専用車があるんであって、本当に悪いの、それをこうせ、そういうことが、まあ必要ないっていうんだったら、まずは、痴漢自体をなくすように、えっ、ー、と、私たち鉄道ファンも、えっ、ー、と、一緒にこう、その、行動していこうよっていうことを言いたいわけなんです。 で、えっ、ー、と、これなんでまた女性専用車に乗りたくない女性をの意見をたこう垂れ流したかっていうことがウェズィ、ウェズィっていう、えっ、ー、と、ところでもシェアされてるんですけれども、これをまあ見ますと、えっ、ー、と、そうですね、えっ、ー、と、これですね、えっ、ー、と、 女性専用車両に対しては、まあいろいろとまあ意見があったわけなんですけれども、裁判所としては、あの、この表、えっ、ー、と、女性専用車という表示は正当だという判断を下しております。えっ、ー、と、特にやっぱりあの、女性専用車の本来の意義、さっきも言ったようなね、えっ、ー、と、女性専用車両ができた背景とか、そういうことを考えますと、えっ、ー、と、 女性専用車両というのはどれだけその女性であるとか、あるいは、こう、えー、と、利用がなかなか難しいような、えー、人々にとってすごくありがたい存在かということも想像す,すべきだと。で、えー、と、女性、女同士のマウンティングが何,、えー、が何だとかいうような負の側面をこう出しているということ、これ自体も結構あのー、私たちのは、まあ、えー、と、ある種こう、 女性に対する偏見ですよね。女同士のこう争いとか、あるいはこう、えっ、ー、と、女の戦いみたいなことをかなりこう、えっ、ー、と、面白がって見るような人たちっていうのは、まあ、ある種カ、キャットファイト的なね、ものをあの、えっ、ー、と、見たがる、ある種、 こう、なんて言うんでしょうね。そういうものを見たがる、まあ、人々っていうのがいて、で、女性専用者っていうのは、実はこういうことが起こってるんですよっていう、ある種、こう、想像の、男性の想像の世界の中で、まあ、えっと、組み立てられた世界観とか、まあ、まあ、考え方、ある種、あるいはこう、偏見なるものを、が、この、 ええと、現れてしまって、で、テレビも無批判にこういうものをこう出してしまったってところでは、ちょっと、あの、罪深いなっていうふうに思います。こういう、まあ女性専用車両の叩きの、こういうものをまあ見聞きするときに私が思うのは、女性に対する、こう、偏見っていうのが、ある種こう、増幅し、さらに濃縮されてしまった形っていうのが今回の事件だったんじゃないかなというふうに思いました。で、女性専用車、 なんですけれども、えっ、ー、と、ちなみに TBS については、あの、曲側が謝罪しております。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、とき、まあ、油取り紙っていうのがかなりパワーワードになっちゃったみたいなんですけども、えっ、ー、と、そもそも油取り紙なんて落ちてないよっていうような、えっ、ー、と、話。えっ、ー、と、もうそうですけれども、えっ、ー、と、こんな、えっ、ー、と、 例えばブランドの、ブランドかぶりでマウントと奪い合いとか、あと、あるいはこう、えっ、ー、と、くしゃみしたら怒られたとか、スペースの奪い合いとかなんとかっていう、そういう、なんか、当事者である女性からしてもこんな光景は見たことないよ、見たことないよっていうようなことが結構言われておりまして、えっ、ー、と、で、結局のところ、えっ、ー、と、TBS 側は、えっ、ー、と、こん tbs がも取材した、その女性の意見っていうのをかなり歪曲した形で伝えたということでも謝罪したそうです。で、えっ、ー、と、例えば、まあ、あの、こういう、えっ、ー、と、女性差別的だっていうような意見の中では、この下に書いてあるように、構成をたくさんつけるのもゴミ、ゴミを捨てるのも、人の持ち物チェックするもの、そういう人がいればい起こること、女性専用車両一つも関係ないっていう話とか、で、女性の,がの目があって、 でも男性はまたガッと開いて座ってるし、ベビーカーの女性には嫌がらせするし、痴漢されても誰も助けてくれないわけで、女性を性的な対象として、えー、しか見ないみさ、皆さんに男性目線が女性専用車両を作り出してしまったのに、男性の目がないからと男性目線で言われてもっていうような話が、えっ、ー、と、あって。えっ、ーと,えー、と、まあ意見がまあ、えーと、反発、女性の反発の声がまあ出てくるわけなんですよね。うま、うん、ま、も四国ごもっともなんですよ。 結局のところ、その男性のその、まあ、きっかけは、まあ、えっ、ー、と、卑劣な、えっ、ー、と、レイプ、レイプ事件からまあ、走っていますけれども、それ以前の問題として、男性が見るこう女性のこう性的な目線、いやらしい視線っていうものが、女性をこう、いかにこう、えっ、ー、と、えっ、ー、と、生きづらくしていくか。で、えっ、ー、と、その、 その結果として女性専用車両っていうものが生まれたのにも関わらず、男性はそれに文句を言うっていう、本当になんかよくわからないっていうか、えっと、自分も一応男性ですけれども、男性の目から見ても、なんなのこれっていうような、あの、思ってしまうようなことが多い。で、えっと、繰り返しになりますがこれをこう、あの、え、こういう男性の、いわゆる親父的な、えっと、もの えーと、意見を、こう、無批判に拡散させてしまう、えー、と、一人、一つの集団として鉄道さんがいるっていうことも、本当に情けないなというふうに思ってしまいます。ですので、えー、と、私としては、やっぱりこういうあの女性専用車両のできたいきさつであるとか、えー、ともし女性専用車両という批判主体であれば、女性専用車両ができたいきさつであるとか、そもそも男性が女性に見る、こう、いやらしいこの目線というもの、えー、があるっていうことを、えっ、ー、と、 ちゃんと学んでから批判しろと。批判できないでしょそういう、えー、経緯があるんであればっていうようなことをね、声高にして私は言いたいです。えっ、ー、と、なので、あの、今回の女性専用車両騒ぎっていうのは女性別紙であるとか、えっ、ー、と、その女性専用車ができる、まあ歴史的に背景、えー、であるとか、あの、きちんとこう学んでいくと、それは必要だということ。で、 痴漢をしない、させない、許さないっていうことも、そうですし、それ以前の問題として、その男性側が女性側に対して持つ偏見や差別的な目線っていうものを改善させない限り、女性専用車両っていうのは、えっ、ー、と、いつまで経ってもなくならない。えっ、ー、と、ということは、えっ、ー、と、きちんと認識しておいた方がいい。で、そうそう。で、えー、えっ、ー、と、これに関連するかどうかわからないんですけれども、 えっと、冒頭で、えー、今日明日とセンター試験があると言いました。センター試験がある日って、どうやら痴漢が多発する、えー、得意日らしいんですね。えっ、ー、と、まあ、ツイッター上でもなんか、あの、痴漢、えっ、ー、と、そうだ、えっ、ー、と、えー、ツイッター上でも、えっ、ー、と、 明日からセンター試験だから痴漢しようぜみたいな声がなんかあるわけで、あ,あって、なんかすごよくもまあこんなあの犯罪予告できるなというふうに思うんですけれども、これに対してまあ,あの黄色いものを身につけて見守り乗車っていうことをまあするとか、えっ、ー、と、あるいはこう、えっ、ー、と、黄色いものを身につけるなど,などして、一人でも、えっ、ー、と、センター試験の受験、受験生が痴漢被害に遭わないようにまあするというような取り組みが、 えー、今日、されておりました。で、なんか、私自身はちょっと参加できなかったんですけれども、渋谷でこういう形でやってたりとか、えー、あこういう形で運動,運動やってたりとか、あるいは、まあ、あのー、えっ、ー、と、ハッシュタグ、ウィズ、ウィズイエローっていうようなものをつけながら、えっ、ー、と、個人でまあ活動してたりとか、まあ、してるみたいなんですけれども、えっ、ー、と、本当そう、これ、これなんかそうですよね。 えー、電車が怖い女子中学生。あの、男性も当事者意識を持っていることなんですけれども、えっ、ー、と、センター試験の日に痴漢をしようなんて考える人がいた、いると知ったとき驚きました。知ったからには行動しないわけにいかない。えー、友達の中で何度も近い被害に遭って電車に乗ることが怖くなった子もいます。絶対に許せません。っていうようなこと。で、これにセーブ、世代は関係ない。っていう意見。で、やっぱりですね、あの、 これは女性、ここにまあ最後に書いてます、ね。女性問題ではなく男性問題であり、男性も当事者意識を持つべきだというふうに思いますというのがかなり象徴的で、やっぱりこの犯罪を起こすっていうのは圧倒的に男性が多い。だから男性のその意識っていうものを変えていく必要があるかというふうに思います。というわけで、まあこの動画を終わりにいたしますが、まあこういう、えっ、ー、と、報道があったことを、まあ一つの、まあ、 きっかけとして、まあ、女鉄道における性犯罪、女性の、えの、こう、偏見、差別っていうものをなくしていく、まあ、一つのよ、よすがになっていければな、というふうに思います。それでは、今回の動画を終わりいたします。ご視聴ありがとうございました。